じゃあ問題ないなら、まず挨拶から。はい。どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい、どうも、プスーさんいらっしゃいます。はい。この時間は、平日の、昼の部ということで、プレイステーションソフトの、プレスナ2罪の、はい、初見プレイの攻略配信を、はい、やらせていただいてます。はい。題して、底辺が罪を犯す配信。今日はその9ですね。はい。ということで、やらせていただきますんで、よろしくお願いします。なんか前回ね、そのなんかね、急になんかね、爆破テロとか、なんかいきなりね、なんか ゲームのなんかね、いきなりなんか テロリストっていうか、なんかね、そういうなんかちょっとね、緊迫してか、なんか急展開っていうかね、なんか、無差別テロみたいなことね、急になんか敵側がなんかやり始めたみたいですからね。で、そのなんか爆破テロでね、なんか、ね、平坂区のなんかね、なんとかの卓戦っていうのがね、あったんですね。はい、どうも。ポテさんいらっしゃいますね。僕じゃないですよ。僕じゃありませんからね。向こうのね、なんかね、仮面党のやつらがね、なんか やらかしたらしいんで。うん、で今、それのね、爆発物がね、なんか、あなたが大瀬生まれの三次さんですか。違います。七個目さんいらっしゃいませ。三次さんじゃないんで、お帰りくださって構いませんよ。はい。ということで、ところ女幕から声が出てない、うん、はい、挨拶からやり直し。僕にそんな幕はありませんからね。はい、さちゃんと挨拶しましたよ。なんででしょうね。寝起きってわけでもないですけど、帰るとかひどい。いやだって三時三目当てで来たんだったらね、僕は三時さんじゃないからね、申し訳ないけどね、期待外れでしょうから、お帰りね、いただくしかないんじゃないですか。別に帰れとは言ってませんけど、まあよかったらじゃあ見ててくださいね。16時さんです。違います。なんかね、なんとかの託戦ってね、なんかあれで、これがトリシの泉ぼったくりでしょね。ああ、そっか、ダメですね。ロマサカがね、あのね、ちょうど今ね、プレステのコントローラーで四角ボタンが出しで、プレスナは×ボタンが出しだからね、やっぱね、複数のゲーム掛け持ちしてると操作が結構ね、混乱しちゃいますね。はい、どうも上海さんさんいらっしゃいませ。ペソーナ、どこかな、これ本当に何一人で何ね、今ちょっとね、なんか爆弾っていうか起爆装置をね探すのでね、パーティーばらきでね今探してるんです。やっぱ複数はダメだね。偽善に統一しよう。いやいや、偽善は今日でしょ、今日偽善でしょ、多分今日の10時からぼっちなんだったね。ね、そうなんですよ、ぼっちなんですよね。リアルと一緒で今本当にぼっちですからね。ギネは今日10時からね、ありますから、どうしよう、どうせ一人だからね、経験値稼いでもしょうがないし、リッチ、強気、陰気、賢い。何でしたっけ、こいつ。昨日なんか、あれしてるのあれでしたが。どうかな。こうじゃ何ちゅう目をしとるんじゃ。いかにで血圧が。わしが倒れたらどうしてくれるんじゃ。解放する。こうじゃん、お前さんは口だけじゃ。そういう人間はわしゃ嫌いじゃん。なんなのこれ、わしゃわしゃ。そんな子に育てた覚えはない。育てられた覚えもないわ。ほほほ、そうじゃそうじゃ、すまんかったの。なにこれ、まともなあれで、男を語ってみる。どうせまた、お、すごい。え、ほほを言いたいことは大体わかったぜ。じゃあもう一度くらい聞いてやるかの。で、結局何が言いたいんじゃ、男は賢く、それじゃわしゃ女かもしれん、怖いの、とりあえずこれがね、興味消えるみたいですか。お前さんなかなかいいってことやな。そうじゃ、せっかく人間に出会えたんじゃから、あれ聞いとかんとない。なんじゃ、そうそう、パソコン、あれは一体何に使うんじゃ。何にでも使える、何にも使えない、どうでしょう、真面目に答えるか。何にも使えない、どうしよう、エッチなこと。なんかこういうのね、なんか発狂しそうだから、なん使えるだとなんかね、絶対なんか逆流しそうだから、何も使えない。
こりゃ、お前さん、わしを年寄りじゃと思ってばかり、なんで、わしはもう我慢なら。もう、結局開始3分ね、結局3分間の講習が。うまくいったかと思ったら、やっぱり怒る。ねえ、ほんと。ちょっと待った。普通に強くない？普通に強くない？ちょ、グリーンバって、なにこれ。この帝王はエッチなことにしか使わないよね。配信はエッチなことですか？舐めてあります。こけた何それ？わお、ちょっと死んじゃう、ちょっと、これ再開したばっかりだから、まあまだいいけど。あ、よかった。これ一人結構きつくない？ねえ。はい、でも18個目探してますね。怒らせることに関してはね、人なね、人に、一人ね、引いてて、たけてますから、ね。どう？ちょっときつくない？うん、これ本当に一人で探すもんなんですかね。違う。ダメですね、なんか四角であれする癖がほんとついちゃってますね。3万円すごい現金が3万円ねえ、こんなとこにポツンと落ちてるとか。伝説の格のペルソナ使いでよ。違います、格使いじゃありませんけど。どこ、これやっぱり一フラ全部見なきゃダメなんですかね、しかも一人で。何これまた変なの来たし、何こいつ、ガンダルバスターね、モノマネどうだ、イエーイ、あすごい、芸達者な方ですね。お、いいね、受けてる。格とかアルマゲ覚えるまでレベル上げる気か。何、アルマゲって何、そんなのあんの、え、ペルスナにそんな魔法あるの。あ、アルマゲってなんかすごいね、いや、やばそうな魔法ね、名前からして物騒ですけど。目を閉じてな。何、そんなのあるの、いや、そこまでやんなきゃいけないの。なかなか楽しいひとときでしたが、お礼と言ってはなんですが、私と契約、お、契約ね、うん、ね。残念ながらあなたは契約しすぎてます。契約破棄などしていただければ。どれか、え、何これ、どれ契約って何、無尽蔵じゃないんだ、どれでしょう、どれかな、フィアラルってなんか昨日最後に契約してるのだし、アガシオン、シャックス、どうしよう、こっち切る、ニコニコの契約破棄しろ、配信できなくなっちゃいますよ、いいんですか、このアザゼルさんみたいなやつ強いのかな、わかんないです。あ、罪だとアルマゲドンあるんだっけ、バチならお世話になったんだがな。どうなんでしょう、連帯保証人の契約して。嫌です。親からそれだけは絶対、あのね、借金の連帯保証人だけは絶対 なっちゃいけないってね、口酸っぱく言われてますからね。それだけは絶対ダメって思います。どこかな、ハルマゲドンやな、ハルマゲドンね、こんばんは、はい、超絶イケメンの巨乳大好き王子様です、はい、よろしくお願いします、はい、どうも巨乳大好き王子様いらっしゃいませ、はい、ペルソナやってます、はい、よろしければご覧になってください。スマホは買いましたか？買う予定ないし、買うお金もとねありませんから、まだ買えてませんよ。名前間違ってたか、恥ずかしい、笑何が、いいんじゃないですか、ハルマゲドン、アーマゲドン、ね、女の子とは連絡取らないんですか？女の子とかいませんよ、男の子は何かし、何、男は強く、こうじゃ強いだけで男と言えんのじゃ、わしゃわしゃ、そんな子に育てられた覚えもない。そういえばわしも育てた覚えがないの。お前さん一体誰なんじゃろうの、うん、そうじゃ、せっかく人間に出会えたんだから、あれとか、これパソコン、うん、あれは何にでも使える、
こうじゃ何適当なこと、何なのこの、こう、なんか頑固じじい、なんかね、こういうじじい、なんかいそうですよね、リアルでもね、なんか。うん、あ、30枚。うん。バッカモン。ねえ、ほんと。昔のね、昭和のね、なんか頑固親父っていうかね、そういう。ね、んあ、いた。マヤさんだ。違う。へでた。いいですか、そういうのいちいち報告。どう、王様くん。発信機見つかった？この階にはないみたいよね。あ、そうなの。そっか、まだ見つからないか。じゃあ合流して、ユッティとリサを探しましょう。二人がもう見つけたかもしれないもんね。あ、こうやって仲間が合流してくんだ。キラキラネーム。36分差でしますね。いや、あのフルネームでね、底辺のね、王様ってしたらね、戦闘中の名前がね、王様になっちゃったんですよね。僕としては帝王ってね、名前ね、相性で、そうなの。今日の晩御飯は何？はい、どうも、嘘さんもいらっしゃいませ。今日の晩御飯は、あの、多分餃子らしいです。うちの手作りのね、自家製の餃子。どうしよう。こいつか、ね、陽気賢い。どうしよう。は？何がはって。そうそう。それだったらじゃね、王様くん、悪魔怖い。なんちゃって。我を目の前にして、なんとくだらぬ戯れ。許せない。ねえ。いや、だってどうしようがないですかね。今作ってね、親作って。違いますよ。犯罪じゃないです。綾原さんいらっしゃいませ。うぬら忍者は存在すべきでないと思うんだが、そんなことはない。そうだ、それなのだ、自らの存在に対するね、なんかこれ。餃子とか許せんわ。なんでですか。いや、包むの手伝いたいけどね、今まさにね、現在進行形でなんか作ってるみたいですけどね。は、じゃあ配信やめていいんですか、手伝いに行って。ペルソナ今日ここで終了して手伝いに行ってよろしいでしょうか。悪魔と人との関係、このままでいいのだろうか。どうしよう、何でしたっけ。ねえ、どうしますってね。どうしよう。ねえ。いや、リスナーさんがね、承諾してくれるのはね、いいですよ。どうしよう、インタビュー。今回のゲストは大人気のフィアラルさんです。何？なんで？え？いや、でもね、ちょっと今ね、すぐどうこうってのも。我の話が聞きたいのか。え？いや、そんなこと、特にない。オーソドックスですよ。16時までに作ってやればいいだけ。なんて、そう言われてもね。ねえ、だから、手は入ってませんけど。だから普通にキャベツとね、ニラとニンニクとね、あと白菜と。本当に手伝うなら言っていい。いや、もう終わってんじゃないかな。ね、聞きたいことあれば聞くがよい。どうしよう。人の存在意義とは。人生の目的の一つはそれを探すと、それを聞いてしまっては意味がないのだ。人間をおごるな、食物連鎖、ヒートは、生態系の多さ当たるという。またこれか。ふぬらごとじゃ。それは違う。我の言葉を否定するか、豪を切ろうの。どうしよう、相談に乗る。これ。何？一人で悩んでるのは良くないぞ。悩みならお友達。はい。嫌いじゃないですけど、興味ないだけですけどね。はい。59個目さんいらっしゃいますよ。中の具材に梅干しとかいろいろ詰めてロシアンで。いやーですよ、そんなの。鬼と我たちの目がね、今こそ約束を果たすとき。我を何すればいい？お金が欲しい。何これ？ねえ。情報アイテム。いやー、そう。ねえ。ねえ。アイテムでいいのかな？違いしのたもよ、大事ですよ。帝王から話し切り出したんだから行きなよ。じゃあ行っていいの？梅干しとか地味にうまそう。美味しくないでしょ、梅干しよ。
じゃあもうこのフロア何もないってことですかね。無ドンカレー入れてオリジナルカレー餃子が良い。何無ドンカレーって。何無ドンって何ですか。無ドンカレーって無ドって魔法ありましたよね。確かペルスナ。愛が欲しい。はいね。王様くん、おばさんは嫌い？あれね、照れちゃってかわいい。髪はいい、邪魔ですよ。あら、そんな誘惑じゃ男の心は盗めなくってよ。私がお手本を見せて差し上げるわ。さあ、大人の女を教えてあげる。どうしよう。教えてもらう。うん、おほほほ、冗談よ。二人きりなのでチャンスですね。ね、チャンスなんですかね。王様くん、悪魔怖い、なんちゃって。お姉さんも誘惑しちゃっていいかしら。あら、もうこんな時間、時間の経つのってほんと早いわね。あなたも気をつけないとすぐにお年寄りよ。気をつけます。おほほ、気をつけたからってどうかなるもんじゃありませんけど。なんですかね、陰気で賢いなんかご機嫌とかあるのか、ね、女の方が好みなんだからちゃんとしてよ。ね、なんなのこのマーヤさんもね。お姉さんが大人の女を教えてあげるなんちゃって。あなた気に入った、あなたにデスのカード37枚あげるわね。すごいですね、37。お姉さんのこと忘れちゃダメよ。どうしよう、やっぱり順番的にやっぱりどんどん下にね降りて、めっちゃくれるやん、ねえ、めっちゃくれますよね。これどうでしょうね、死体って一人ずつ合流してってことですかね。そう考えると、じゃん、ここは入れない。本日請求、帝王のことは忘れた。はい。なんで、いや別にいいんですけど、僕の存在なんかね、どうせ取りに足らないね、あれですから。忘れてくださっても全然問題ありませんことよ。ほほほほほ。ジャックフロストだ。どうかな。王様と前でどうだ。王様くん、おばさんは嫌い？ほほほほ、君真っ赤だほう。どうしようこれ、でもね、契約って悪魔と3体しかできないんじゃ。ねえ、これまたジャックフロストあれしてもしょうがないですよね。ねえ。今回のゲストは大人気のジャックフロストさんです。ジャックフロストさん、はじめまして。オイラの気を引こうとしてるのか、ほう気になるほう。お、これ聞く、アナライズしないの。何アナライズって。一体何をする人だほう、雑誌記者。じゃあオイラのこと載せちゃうほう、勝手なことしないでほう、全く。アナライズって何、敵の何が、なんかわかるの。ジャック・フロストさん、好感度ナンバーワン悪魔、おめでとう。人間って思ってたのとちょっと違う方。アナライズ？で、ここはダメ？止まり。こいつは何？ファウスト、マジシャン。アナライズって言ってもね、レベル20とかこれぐらいじゃないの。どうかな。
え、こうじゃわしをバカにしとるんか、おじいちゃんもうプンプンじゃ。また誰か高慢弱気な、なんでしょうね。高慢のやつって。提案と遊ぶと怒られるからまた今度。え、なんで、なんでですか。はい、じゃあまあ、またよかったらいらしてください。親子を語る、どうでしょう、インタビュー。今回のゲストは大人気のファーストさんです。ファーストさん、はじめまして。ひひえ、わしゃわしゃ何もしゃべれん、勘弁しておくれ。なんなの、じゃあ褒め殺す。あなたってすごいわね、憧れちゃうわ。こうじゃお前さん何を言っとるんじゃ、誰がお前さんなぞ信じるかい。いかん、怒りで血圧が。わしが倒れたらどうしてくれる。え、とどめを刺そうとする。こうじゃなんちゅうこと言うんじゃ。ダメじゃねえわ、わしゃもう我慢なら。じじいとなんか相性悪いっすね。どうしよう。退却。王様たちは。おお、すごい。本性が出たな。どっちの。ないかな。この回にもね、だからそう考えたら誰かいるはずですよね。あ、タコさん。なんかこいつとはクラーケン強きおろか、なんかうまくいったような気がしたような。王様くん、悪魔怖いなんちゃってが、俺様お前たち気に入らん他のやつに交渉変われが、俺様ちょっと怒り気味、これ以上怒らせるお前く、お前どこうまい、足がなんかよろくね、うん、確かに足肉たくさんうまそう。人間言葉いろいろある、俺様覚える大変。俺様どこの言葉な、なんだ、なんでしたっけ、日本英語って言ってもなんか、中国語、え、ぬー、中国人たくさん覚える、たくさん話せる。ぬー、ところで俺様聞きたいことある、俺様クラーケン、お前人間、どこが違う。どうしようね、名前。ぬー、名前違う、いい意見。お前なかなか見どころある。わかんないです。エスペラント語ってどうでしょうね、なんか。ワードのカード25枚。そのカード、友達の印、大切にしろ。どこ語でしょうね。エスペラント語ね。どこに行ったか、これエレベーターでしょう。エスペラント語は世界共通言語だよ。そう。使われてないけど。使われてないって。ね、使われてない言語に意味あるんですか。あれ、2階って誰もいない？ん？ん？え、誰もいないってことはないと。思ったんですけど、え、誰もいないですよね、普通に誰もいなかったですよね、見落としがあった、あったかもしんない、そんなバカな、いや見落としはないはず、僕に限ってね、そういうね、探索がまさかガバるなんてことは絶対ありえないでしょうから、きっと2階にはもう誰もいないでしょう。グダグダ、何がですか、82個目さえ出して、じゃあもう2回、あね、多分あと1回と近い1回でね、2人で、ね、4人でちょうどですから、多分2回には誰もいないでしょうね、あとは探しましょう。帝王はいつもガバガバだから、なんでやめてください、そういうね、嘘をね広めようとするな。楽には死ねない、あ、なんだ、女の子ね、やエンジェルか。いやいや、そういうバカにし方ってあるんですかね。ポカミス。まあ、たまにね、それやらかしたりすることもあるかもしれませんが。よくも人前でそんな恥ずかしい恥を知りなさい。
なぜ神は人間ごときくだらぬ生き物をお作りになられたのでしょう。だいたい人間が何の役に立っているというのです。エンジェルって悪魔なの？どうなんでしょうね。ただ天使はね、出るんですよね、普通に。一もそうですよ。別に役に当たってない。その通りですわよ。何でしょうね、どうしよう。目で殺す。カバじゃないです。いや、カバですけど、見た目確かに。私をたぶらかそうとでも、なんて方ですの。どうでしょう、じゃあ。インタビューとかどうかね。エンジンさん、好感度ナンバーワン悪魔おめでとう。私を怒らせたらもう誰にも止められませんわよ。どうしよう、戦うか。帝王が何の役に立つというのですか。煽りの天才。いやだからね、他人を怒らせることに関してはね、僕ねピカイチですからね。誰かをねイラつかせたいとかね、そういうねお仕事あったらね、僕結構適任じゃないんですかね。他人を多分イラつかせるってことに関しては僕ね多分超がつくぐらいのね適任者でしょうから、そういう仕事あったら面白いですよね。なんか他人をねなんかイラつかせるっていうかね、他人をね不愉快にさせるっていうかね。ね、でもそういうの需要あると思うんですよね、絶対どっかしらでね。なんかね、そういうのでなんかね煽りっていうかね、なんかねちょっとしたねトラブルっていうかね、そういう起こしてね火付け役っていうんですか、そういうね仕事あれば僕だったらかなり適任じゃないですかね。どうしよう。記者になれ。あいつがいつも煽ってる。記者か。私どうでしょうね。侮辱罪かな。モノマネ侮辱罪。じゃあそこはね法律に触れないようにね、なんとか法律の範疇でね。お笑い毒舌芸人。どうでしょうね。成敗させていただいても勘弁してほしい。やはり神のそ、これなんかね、どうしようね。なんかあるかね、褒め殺す。なんかおだてに弱そうですよね。わお、あなたかなりイケてるわ。一体何のことかしら。そうでさ、せっかく人間にお会いできたんですから、この機会に聞いておかなくては。女性はいつからおばさんになると思います、子供を産んだら。でしたらまだ大丈夫です、とりあえずなんかこっちの褒め殺せば、一体何のことかしら。そうでさ、せっかく人間にお会いで、ヒラメとカレーはなんかこれ聞いたらね、なんかねこのうっす、これまあ真面目にあれするとなんかバカにされたとか、ねえ、ヒラメが高価な方で。うふふ、面白い方ですわね。うふふ、大変楽しかったです。お礼と言ったなんですが、私と契約どうしよう。でも、やっぱり3人ですよね。1人3人とかじゃないんですよね。どうしよう。さっきね、ガンダルバ、アガシウム、どうしよう。フィアラル。どうしよう。フィアラル、やめちゃう。これで契約は成立ですわね。だからこれカード効率よくその集めるってことはね、結構ね、同じ場所でひたすらね、コンタクトしまくった方が効率いいってことに なりますよね、その理屈だと。ね、契約してもらって、さらにそこからね、興味ね、持ってね、カードもらってって。で、フリーのカード、タロ、フリータロットでしたっけ？それをもらえばってこと？こいつ何でしたっけ？ファウスト。あ、ジジイか。ジジイは何なんでしょうね。ジジイの相性の。
親子を語る。親子の絆って何よりも強いものよ。ほほう、近頃の娘さんにしちゃ珍しいの。関心関心をいける。お父さん、お母さんを大切にしよう。ほほう、なかなかしっこりしとるの。ところで結婚はまだかの。いい人が見つかれば。そうそう、当番一人でいたらね、多分これね、あれでしょ、いい人が見つかれば。ほほう、結婚は考えてるようじゃの。多分ね、一人でいいとか言ったらわがままとかね、多分こういうじじいいますからね、うん。お前さんにマジシャンのカード30枚、うん、あざす。あ、いた、銀行だ、うん、ね。わーい、ねえねえ、王様、発信機見つかった？この階にはないみたいだよ。王様とマヤさんも見つけられないの？じゃあ一緒に雪乃さん探そうよ。もう雪乃さん見つけてるかもしれないじゃん。これで、じゃあもうこの階もいいのかな。これで多分ね、一番下が多分雪乃でしょ。どこかな。地下って何でしょう。スーパーって、スーパーっぽいですね。ね、こういうデパートってね、スーパー系のね、食料品とかだいたい地下がね多いですからね。クラーケン、何でしたっけこれ。銀行はどうかな。銀行と前でどうかね。ここは私に任せて。ああ、だからコンタクトがあれしてないと一人であれか。インタビュー、クラーケンさん、人気急上昇ですね。ファンの方に一言お願いします。ん、俺様、いいやつ、笑顔で答える。映画ごとくってプレステに、いえ、プレステ4のリメイクの方ですね。竜が如く、極みですね。うん。タイトルにもちゃんと書いてありますね。竜が如く、極みって。確か。ね、うん。だから、プレステ4ですね。はい。うん。ここで何聞きたい？特技は？ぬー、誰でも一つは特技ある。俺様特技、たくさん食べる。あ、僕みたいですね。うん、ぬー、俺様前から聞きたいことは、人間家で四角い箱見る。あれなんだ、タンステレビ、テレビ。ぬー、あれがテレビ、興味津々、いつか見せろ。人間なかなか面白い、俺様興味津々、俺様カードやる。ワードのカード25枚。いやー、一時期に比べたらだいぶね、交渉事がね、だいぶ。プレステ4買ったっていうか、昔からね、配信する前から僕持ってましたから、うん、ね。そこに関してはあれですよ。ん？これ何？倉庫？行けない？ん？行けない。なんか、行けそうな感じですけどね、見た感じ。それとも何？よ、4人集まらないといけないみたいな感じ？え、ちょ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 。何これ何これ？だから、トラップ？トラップですけど。トラップってあれなんでしたっけ？コンタクトできないんですよね。切ってきたらしい。違います。やめてください。どこで今時そんなね言って、どこから切れるんですか。そんなねお店なかなかないでしょう、ね。マジかよ、帝王普通だな。多分ここに、このフロアにね、雪乃がいると思うんですけど。スカクジャカード、あ、スクカジャ、あね、タルカジャとかね、前回お世話になりましたからね。タルカジャが攻撃力でしたっけね。
いやー、ジジイは確かね、マヤで親子語るで、うん、親子の絆って何よりも強いものよ。ほほうね、うん、ここだ、何気にいいですよね。敵が単体でしか湧かないから、うん、いいですね、うん、マジシャンね、うん、でもあれ？でも、うん、ぐるっと一周したけどいない？そんなバカな。僕のね、まさか探索でそんなガバって見落としなんてことがあったりするはずがないと思いたいんですが、あれ？あれ？あれ？まさかまさか僕が見落としなんてそんな、ねえ、ねえ、まさか見落としなんてことがね。はい、どうも、98コメントさんいらっしゃいます。確かにね、たまにね、リスナーさんのコメントはね、普通に見落としたりはしますけど、ね、ゲームの探索で見落としなんて、そんなバカな。いやいや、そんなはずはない、そんなはずはない。 見落としなんてあるはずがない。見落としなんてない、ない、ない、絶対ない。恋に違いますよ。うっかりでね、リスナーさんのコメントね、もうすでに何度も見落としてるもんな。そんなことはないでしょ。どこでしたっけ、女子トイレ。これそういえばミシェルはどうなんのっていうかね。いきなりリスナーの扱いが雑だと認めてて、うん、雑じゃないし、だからコメントが多いときとかどうしてもね、コメントの流れが早いとね、その、うん、ね、コメント全部追えないってことはね、普通にありえますからね。それで見落とすことはねありますけど、これもインタビューでしたっけ、うん、ね、うん、どうせね、コンタクトでね、手に入るのね、一体え、何がないって。見ついでくれる人だけがリスナーです。そんなことはないです。特技は、うん、人間なぜか頭だけ。服を着るから。グー服着る、毛抜けるの服、呪いの道具。という義務も見落としましたね。そんなゲームありましたっけ。親子。あ、違う違う。へ、まずい。違った違った。ああ、怒る怒る。ねえ。が、お前こらせ、怖いもの知らず。お前怖いものないか。まんじゅうが怖い。ぬう、まんじゅううまい、なぜ怖い、不思議不思議。寝て起きて配信して食べるしかしていないんだから、うん、雑に扱うのはやめてください。雑には扱ってませんよ。ね。まあ、これくらいのね、ペースだったらね、全然大丈夫でしょうけど、ね、昨日のね、ロマサガ3とかのね、ちょっと、ね、あれだと、うん、なんであんな昨日米行ったのか分かりませんが、うん、このベイビーの相手は僕に任せてくれ、得意のスイートトークであっという間に説得してみせる。あれ、どこにいるの、うん、じゃあ3回友達にコメントが少ないってディスられてるやん。ディスなん、別にディスってませんよ。いや、今日は平日だからね、しょうがないでしょ。ね、うん、この人、どうしようね。誰がいいかな。王様とも、うん。王様くん、おばさんは嫌い。あれで照れちゃってかわいい。いや、喜ばしちゃダメなんですよね。これで、ね、銀行で、なんか、いや、銀行と王様でどう？ちょっとそこの悪魔、王様、私のなんだか手出したら殺すわよね、王様。
何の冗談で、その供養にくだらない冗談、笑いを先に怒りが込み上げます。何でしょうね。恋愛を語る。たとえ会えなくても忘れることができない、そんな気持ちが本当の恋なんだよきっと。恋する若者の言葉は、潤いに満ちています。いつ聞いてもいいもんですね。喜ばしちゃダメなんですね。カンフー。わーい、ねえねえみんな注目、リサセジシルバーマンカンフーします。いい加減なさい。あなたたち人間は実に愚かしい。すべては自分たち人間が中心であり、神の愛もまたすべて人間中心に注がれていると。神が現在の人間たちを愛しているとお思いですか。そうなるよう努力する。人間はいつも口ばかり、考えただけで腹が立ちます。ちょっと待って、そうなの。覇気とかあんのそんな。ね、囲碁の出会い起きます。破棄されちゃった。ワロス。ね。プスー。どうしてこうなっちゃうの。引きのマップの方が全体確認しやすそう。引きってどうやんの。こういうこと。でも3回も一通り見たはずなんですけどね。おかしいな。そこをどけ。この人もジジイだから多分あれかね、マヤのね多分親子を語るで。あれ怒る。こりゃそんなこと一日聞かんでも。あれこっちの方がなおのことあれかね、インタビュー。500歳。ストーカーじゃん。はめ殺すとか。ダメなの。いやーすいません、はい、あごめんなさいね、すいません。109コメさんもいらっしゃいませ、110コメさんもいらっしゃいませ。おはハゲてきた。お僕はハゲまだハゲてません。まだ、まあ、将来ねもうちょっとね、あと10年ぐらいしたらちょっと本当にハゲちゃうかもしれませんけど、まだハゲに関してない。いやまたまたじゃないですけど、まだ派手切ってはいないはずですから。トリシヌイズム？雪乃はどこにいるんだ？頭皮見せて、わら。見せたいけどね、僕。ウェブカメラ持ってないから。やってやろうじゃん。が励ますように。やめて、やめて、本当に。どうしよう。
王様と銀行でやってみる？ね、王様こっち向いて、恥ずかしがらないで。こうじゃわしをバカにしとるんか。何なのこの人。わしが倒れたらとどめ刺す。こうじゃなんちゅうこと。この年になんてね、はてわしはいくつだったかの2000歳。こうじゃわしはそんな年じゃないよ。わしゃもう、このじじ、マジでダメですね。全然、こうか、ねえ。全然。急に無理に歌い出すから何事かと思えば交渉か。完璧だな。ねえ。もう。どこにいんの？でも見たはずですけどね。あ、ここ見てね。あれ？こっち行ってね。あれ？こいつは見たはずだから見てないんだよ。どうも遅れてすいません。ルイジシナのプラスペプラーです。はい、どうもプラスペプラーさん、いらっしゃいませ。インタビューでしたっけ。でもこれさっき雑誌記者って言った、何でしょう、テレビのリポーター、いや変わんないな、お笑いに芸人。本当か、ちょっと見てみたい方。こっちやってなかった、見てなかった。成城ブリトンさん、はい、林ライス食った広告ありがとうございます。林ライスは食ってませんが、今日の夕飯は餃子です、我が家。いいでしょう、この配信終わったら餃子ですからね。あと1時間で我が家の手作り餃子ね、いいでしょう。そこをどけ、またかどうしよう。でもまあもらっとくだけもらっときましょう。さあ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 、芸人、あれさっきダメ、なんか嘘っぽい方、おいらのこと騙そうとしてる方。きっとおいらが子供だからって甘く見てね。大人なんかどこが偉い方。大人の色気がある。ほほほほ、面白い冗談だ。ほ、そうね。はいはいはい。
はあ。ってことは、こっちになんかあるのかな？ん？ああ、一回もそういえば、銀行見つけたから。さあ、あんまり探索ちゃんとしてなかったか。でもないっすね。この人何でしたっけ？褒め殺す感じ。成長ブリトーさん、ね、はい、ガパオライス食べよう。か何ですかね。はい、広告ありがとうございますですけど、かカパオライス何ですか、知らないっす。どうでしたっけ、褒め殺すんでしたっけ。せっかく、女性あいつから、あ、さっきあれでしたね、子供を産んだらだから、ね、ジャッジメントのカード25枚、契約したから、あ、こういうことか、あ、フリータロット、まあ、こんなたくさんくれるんだ。すごいね、フリータロット18枚、あ、そっか、たくさんくれるんだ。それは確かにみんな、ね、リスナーさんが契約しろ契約しろ。ゾゾスーツ着せたいとか。ゾゾスーツってどんなの、うん、普通のスーツじゃないの、うん、確かにね、こんなにもらえるんじゃ、そりゃ、ね、契約ね、しろって言いますよね。うん、こっち倉庫、うん、どっか。あ、いたいた。ねえ、ほら。ちょ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 、いけない、ちょちょちょ。待って待って。水玉の全身タイツやぞ。なんでこれ微妙な、あれで、ね、全身タイツ嫌ですね。着たくない。誰こいつ誰、バリカ、陰気賢い。なんでしょうね。銀行とやってみる、ねえ、おほほ、かわいい子じゃない。おいける、でもこれねえ、喜ばせても、レオンは全身タイツ嫌いなタイプだったのか。着れないし、どうせねえ、多分全身タイプなんて破るでしょ。いいよ、契約どうせあれだし。契約もね、3体しか悪魔とできないじゃん。底辺の発信機見つかったか？この階には見当たらないんだよ。みんなもまだ見捨ててないのか。こんだけ探してないってことは標的ここじゃないんじゃないか。そうなのね。まずいね。早いとこ A 基地と合流してもう片方の方に行こう。まずいの？ダメ？もう片方って一体どこ？そもそもね。成長ブリトーさん、5000ポイント当たったから消費。ありがとうございます、広告ありがとうございます。5000ポイントとか当たるんですね、ねえ、このポイントでね、僕にもねお金が入ってくればね、ねお互いにね、うまうまなのに。ああ、4人になったから、ああもうあれなんだ。誰でしたっけ、マヤで、うん。違う。インタビュー。うん。さっきあれはちょっとお笑い芸人。怒るな。第1くらいにランクインしました。どうもありがとうございます。うん、恋の予感。
なんでバカにされてる大人なんかの大人の色気なんかバカにされてるなんでもう許さないってもう戦う。これで4回ですよね。こいつって何でしたっけ、確かマヤで親子語る、いい人が見つかればあれどうしよう。あんまり若いっていうのもなんかね、嘘だし、50代、70代よ。ほほほ、正直な50代。とりあえず、ここ、戻っていいんですよね。大丈夫かね？いきなりボス戦なんてこと。なったりしませんよね。セーブしてないけども。え？化粧までして女子トイレを覗こうなんて、そんなんじゃ私はごまかされないよ。ベイビー、何度言ったらわかるんだよ。僕は痴漢じゃなくて、ミュージシャンなんだってば。あんた、まだやってたの？どうしたんだい？底辺の。え？音？え、まさか。あった。タクセント次元発信機。残り時間は？あと5分？ちょっと待って。ちょっと待って。あんたなんで気づかなかったのよ。そう、そんなこと言ったってしょうがないだろ。ほんと変な子たちだね。さっきから何騒いでんだい？おばちゃん、そう、そのバケツの中にある発信機一体どうしたの？この時計のことかい？さっき大統領のゴミ箱で拾ったんだよ。まだ使えるのにもったいない。それ時計じゃなくて爆弾の次元発信機なの。危ないから早くこっちに渡して。なーにバカなこと言ってんの。私の時計を横取りすぎだね。年寄り騙そうたね。そうはいかないよ。いますよね。こういうがめつそうなね、おばはんはね。非常事態だししょうがないか。こうなったら実力行使よ。ふっ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 ふ。誰？てか、ボス戦、大丈夫？何？トイレの中に誰か？女子トイレに男が入ったら何事だい？とっとと出てっとくれ。誰？ん？バケモノわざわざね、バケツ、ポイしてね、仮面との資格だね。みんな気をつけな。変態ですね。我が名はベルフェゴール。違います。地上、僕こんなに痩せてないからな。地上の調和の探索者にして、怠惰を司りし、地獄の公爵なり。お前たちにその発信機は渡さん。皆の者、出会い。どこぞのお代官様みたいなこと言いますね。うわぁ、ちょ、どんだけいたの？地獄の公爵ご主人出番です。ね、ご主人大丈夫？誰？ね、何これ？コスプレ少女。我は仮面党の転生戦士イシュキックだ。こいつら全員トイレに入って待ってたのかね。135ゴミさんいらっしゃいますよね。
キングレオに使い、キングレオってね、めちゃくちゃいいんですかね。仮面刀のペルソナ使い、一見ただの元気はつらつなコスプレ少女だが、どうやら、転生した戦士だと思い込んでいるらしい。ああ、どうも、セブン障害走り屋さんも、はい、広告ありがとうございます。少女って言っても顔が見えないからね。おい、みんな、我らがグルレオ様の作戦通り、悪の悪魔使いが、悪の悪魔使いってなんかね。エッチのやりとりを黙って聞くとか優秀やん。やえる仮面。この世界を滅ぼさんとする悪魔使いめ。めめめめめめめ。ちょっとタンマね。ねえねえ、ベルちゃんこれなんて読むんだっけ。提供セブン障害走り屋さん200ポイント。ああ、またすいません、広告ありがとうございます。 UQ です。 UQ の時の流れを経て転生した魔法戦士イシキックが正義の鉄槌でちょめちょめしてやる。またちょめちょめか。悪魔使いを闇に帰れー。やーる仮面で、バトルになるの。いや、もう5分ですよね。大丈夫ってか。ね、ご主人、我々完全に無視されておりますが。悪魔使い、仮面刀の転生戦士を無視しないでよ。いい子だから邪魔しないで、あなたたちも早く逃げなさい。ね。ベルちゃん、聞いた？このおばさん、魔法戦士を子供扱いしたよ。おばさん。ね、ホイッサムロ、やった、さすが王様、信じてたよ。何か、何止めたの。あやつら発信機の解除に成功したようです。いかがなされますご主人。イシュキック、何、もう怒った。こうなったらこのリモコン式発信機でみん、こんな駅ビル吹っ飛ばしてやる。駅ビルだったの。やめなさい、この駅ビルが爆発したらあなたも一緒に死んじゃうのよ。死んだっていいもん。家も学校もうざったいだけ。生きてたっていいことなんか何もないもん。転生戦士イシキックは正義のために生き、正義のために殉じる。それが本望なんだから。また説教か。そんな簡単に死んでもいいなんて口にしないで。今いる環境も将来もどう変わるか自分次第なんだから。大した努力もしないで死んなんて口にするのは子供の証拠よ。うん、わかった。え、本当に？なんて言うと思ったら、おお、間違い。今時の子供はね、そんな説教聞き飽きてんの。ね、本当。レオ様の結核は絶対邪魔させない。発信機なんかなくたって、明かりにはペルソナがついてんだから、明かりって何？誰？こいつの名前？ああ、まずい、ボス戦、まずい、セーブしてなかったですよね。な、何これ、トイレ。ね。あかりって誰さ、ね。いいのかな、とりあえず。まあ、大丈夫でしょうね。普通にやってりゃ。と思いたいけど、大丈夫。ねえ、何気にセーブしてないから、これちょっと、もし、ま、負けたらちょっととんでもないことになるんじゃないかな。大丈夫かね。ベルフェゴールはトイレの悪魔。え、そうなの？タイだとね、なんとかって言ってましたけど。はい、どうも142個目さんいらっしゃいませ。あ、まずい、もハッカールーだ。え、そう。タイダの帝王のことか。何言ってんですかね。そんな、本当に僕がタイダだったらね、毎日ね、きっちりね、時間通りにね、ゲーム配信やってませんよ。なんだかんだけど、最近ね、時間に追われてね、ちょっと忙しいですからね。ドラクエ10やってるしね、YouTube のね、動画もね、毎日少しずつ上げてますし。
まあ今日もね、まだ途中までですけどね、FF5 のね、昔やったね、すっぴん縛りのね、動画もね、YouTube 上げてますから、うん、興味ある方、ね、ご覧になってください。ドラクエ10やめればいい？いや、やーですよ。ある程度お金ね、たまんないと。様子での動画撮っても無編集じゃないか。そんな編集までやる暇ないですよ。いいんですよ。僕が自分で自分がね、いつか見るように上げてるだけですから、うん、別にリスナーさんに見てもらおうっていうそういう目的じゃないですから、うん、いやちょっと強くない、普通に強くない、ちょっと待って、ちょっとこれまずいんだけど、ちょっとね言ってね、今までちょっとね、1時間終わりですけどね、いや動画無編集って言ってもね、やっぱりね、冒頭とね、後ろの部分はあれだしね、一応ね、動画のね、タイトルとかね、説明欄とか一応ね、ちょっと細かくね、毎回変えてね、ちゃんとそこそこね、手は加えてますからね。はい、どうも、マメさんいらっしゃいません、プレスナやってます。ダメージは食らってるからね、なんとかなると思うんですが、どうしよう。1本十分もかからんでしょうに。いや、かかんないけど、それだってね、動画、あ、まずい、まずい、あ、ちょちょちょ、まずい、まずい、それだってね、本数多くなればね、さすがに、ね、どんだけかかるって話でしょう。火炎劇、昨日ゲーム化映ってたけどビタ壊れてもうダメだ、はい、なんでえ、なんでこ、なんで壊れちゃったの、なんでねえ。ねえ、買うってなんか言ってましたね、なんか、うん、なんでしたっけ、なんかね、ジオなんとかとか、なんかね、なんで壊れちゃったんですか。それとも何、昨日久々にやろうとしたら壊れてたってことね、悲しいですね。左スティックが効かなくなった、うん、あとジルオール、あ、ジルオール、あ、まずいまずい。ビタちゃんはデリケート。デリケート、そういうことか。これも全部帝王のせいだ。いや、違う。関係ないでしょ。僕が直接その、ね、リスナーさんのビタね、いじってね、壊したっていうのは、そりゃ僕のせいかもしれませんけどね。そんなのね、ちゃんとね、ね、ちゃんとね、きっちりね、大切に保管してなかったからとかじゃないんですかね、え、勝手な憶測ですけど、ビタちゃんデリケートなんだ。え、これ普通に強くない、こいつが結構ダメージ与えてますけど、枕元に立っていじってたろ、帝王最低最悪。僕は幽霊でお化けですかね。え、まずいまずいまずい、ちょ、ね、行け、落とせ。結構ダメージ与えてますよね。ちょっと普通に強くない。これ負けイベって感じではないね、ないですよね。どうしよう、メディア来るか、じゃあいいか。
買ってから5年経ってるから仕方ないのかな、ね、わかんないですね。ビーター僕ね持ってないからどんだけあれかってのわかんないですけど、でも5年でまあまあどうなんでしょうね。スティックがへたれるもんなんかね、うん、なんともですが、まあそこはだからね、買った商品の当たり外れはあるのかもですけど、5年だとどうなんですか、修理保証ももう切れちゃってますかね、そのあたりが何とも言えませんけど、まあ寿命ね、僕だったら5年じゃちょっとね、さすがにちょっとね、なんかもったいないっていうかね、損した。いや、ちょ。万全、落として。メーカー保証は1年らしい。1年ですか。でも、そのお店によってなんかね、その追加保証みたいのやってるとこもあるじゃないですかね、なんかオプションで。ね、ね、1年のものね、3年とか5年保証みたいな。とりあえず大丈夫か。山箱入れたかな、じゃあもう銀行も、マハマグナでいいかな、もうあとは見てりゃ。もう帝王さんが新しいの買ってプレゼントしてあげるしかないね。宝相手間違えてますよ、もっとお金持ちの生主ね。長々とごめんね。ねえ。いや、でもね、いや、気持ちはね、痛いほどわかりますよね。ね、久々にね、やろうと思ってたのがね、壊れてたりしたら、って。ねえ、いや、気持ちはわかりますよ。痛いほどね、同情できますけど。ねえ、買ってあげられたらね、僕がお金持ちだったらね、そういうこともできたかもしれませんけど。アマゾンでスティックだけ売ってるよ。え、そうなの。え、あは、バラして直す、自分で直せるってこと。僕持ってないです、ビタ、ビタ持ってないです、残念。え、スティックだけ売ってどうなんですかね。スティックが動かないのって、でも基板とかの接触の方が悪いってことじゃないんですか。スティック変えたら直るもんなんでしょうかね。でまあ、売ってばらしてね、そのね、買えるぐらいはまあね、できなくはないでしょうけど、スティックが動かないのがね、スティック変えたら治るでしょうかね。なんかそういうのネットでね、検索したら症状っていうか、なんかね、治す方法とかで出たりしませんかね。ビタスティックね、動かないとかってね。そしたらね、なんか直す方法はね、運転して修理できる自信がないんですわ、帝王新しいの買ってくし、ワコペルソナ、いや、どうせ壊れてんだったらね、もうどうせね、捨てる覚悟でね、最後にね、分解ね、やってみてもいいんじゃないですかね。はい、どうも、ウックンさんいらっしゃいませ、ワコペルソナ、はい。今なんかこのあかりちゃんってことね、ちょっと、女の子ね、寄ってたかっていじめて遊んでます。よかったね、言ってね、ここまでの1時間ね、 10分がね、もしかしたらね、無駄になりかけてましたけどね、ほんと怖い怖いね。セーバーきっちりこまめにしないと思う。大変、やりすぎちゃった。おばさんって言ったから絶対ね、ガチで。そうですかね。これでよしと。このベイビー、ほっといて大丈夫なのかい？反省の色もナッシングだったし、あの分じゃまた邪魔しに来そうだけどね。今までろくな大人に遊んでもらえなかったのね。大丈夫よ。その時は私がちゃんと責任持つから。
何これ着メロヘロー雪の第二の託船は見つかりましてエリコかい。ああ見つけたよ。今度の託船の内容はえ、ねまあねどうせね壊れてダメだったらねダメ元でやってみるのもありでしょうからね、うん、今度の託船の内容は何え、スバルをいただく12の獣、生と死と再生の泉湧きだ、湧きいずるとき、夢の岬より何、夢先行ね、エルドラドへの道開かれん。スバルをいただく12の獣は前と同じですから、問題はそれ以降ですわね。先ほどと同じ推理方法でいくと、12星座の中で死と再生を司り、水のエレメントをいただくもの、水ってなんか水瓶座っぽいですけどね。スコーピオ、サソリ座ですわね。七姉妹学園から見て北北東の方位、つまり次のターゲットは夢咲区です、うん、まあ悪いな、母音が悪いの、そんなね、うん、ごめんなさい、うん、お見事、エリコ、そこまでわかれば、あとはこっちでなんとかするよ。夢の岬よりエルドラドへの道開かれん。エルドラドとか、日本語で言えば、黄金鏡のことだけど、そんな名前の建物、夢咲区にあったかしら。夢咲区どこでしたっけ。ここでぼーっと考えたら時間がどんどん過ぎちゃうよ。次の目的地は夢咲区へ向かいながら考えよ。ね、これでちょっとはね、カードも集まったでしょうからね。いよいよね、ペルソナちょっとね、いよいよいけるんじゃないですかね。チース、召喚。これ何？天狗、どうでしょうね。マジシャン。ステータス的に。マジシャンね、キラーウィンド、イルゾーン、ヒートウェーブ、グライ、リカーム、あ、リカーム。リカームって蘇生ですよね。デスバウンド。いいんじゃないですか、これは。ね、普通にやっちゃって。うん、加えたいカード、ああ、こういうのあんだ。何加えたらいいんでしょうね。マジシャン、マジックカード。うん、これあれでしょね、多分、魔法、魔法。うん、どうでしょうね、アギラを。強い魔法、あれした方がいいんですかね。こうして見ると、あんまり強いカードないけど、とりあえずディアとか覚えさせておいていいかな。何こっちは？ああ、力？いや、マジシャンだから何していいんじゃないかね。これで丸ボタンで決定。はい、リカームは蘇生、うん、はい、リカームドラハそうでしたっけ、そんなあれでしたっけ、はい、テオドットコムさんいらっしゃいませ、お笑い取る魔法でしたか、おおすごいすごいね、えらく演出凝ってますね。俺は神通力の使いで天狗様よ。そうかよ、お前は俺なんだな。しゃあねえ、いっちょ力になってやるか。うわ。何これで入れ替えでいいんですかね。誰と入れ替えましょうか。ここになんか入れるってこと？天狗、うん。こんな感じ？あと消化、他にもガンガンやっていきましょう。できそうなやつ、これか、あ、ジャックフロスト、レベル18なんだ。ジャックフロストどうでしょうね。ブフ、ね、スクカジャ、バトラ、ブフーラ。リカムドラの効果をよく読まずに使ったんだって。あら、説明が悪い、説明が悪い。ね、ね、自分命の一人のね、戦闘中でも帰れるからな。ね、あ、そうね。はい、どうも。169コメさんいらっしゃいませ。じゃあ行きましょうか、うん。どうしようかな。あんまり、特に。
しょうね。コトルディがなんでしょう。まあとりあえず昔の女子高校生が、はい、プリクラ君って呼んでたジャック・フロスト、キティラー。そうなの。なんでねえ、これでいいかな。大丈夫かな。なんかこのね演出なんか結構なんかね処理がかかってるから、なんかセーブしてないから、ここでなんかあれしたら怖いんですよ。一回セーブしといた方がいいかな。あ、そうなんだ。あ、それで何事故るとどうなるの。何怖い。事故るとまさか何で、できないとかなっちゃう。いい方、おいらジャック・フロストだほう。今後ともよろしくだほう。なるほど。だから、何、プリクラ君って、ね、そんな有名だったんだ。セガとアトラスがプリクラ作って、うん、それのマスコットだったんだ。マスコットだったんだ。へぇ、なるほどね。チーって何ですか。ちょっと怖いから、一回セーブしに、セーブだけさせて。ちょっとね。残念だ。なんで事故ったらどうなんの、そのね、言ってここまでもう1時間、もう1時間21分も経ってんだ。早いですね。もうね、なんだかんだ言ってペルソナもね、もう18時間やってますしね。どうなんでしょうね。さすがにもう、まだ序盤、さすがに序盤はないでしょう。もう中盤ぐらいにはなってるでしょう。さすがに。ね、18時間やってまだ序盤なんて、そんなことはないでしょう。あとは、もうすぐエンディングかな。え、嘘？本当に？いや、そらないでしょ。さすがにまだ。ねえ、あとは、これか。81。3枚？なんで？なんで？ 80 だったような気がしたけど。落とし目まで。プリントクラブ実装当初の女子高校生も当時17歳として40歳。ねえ、ほんと、年って怖いですね。ハーマゲドン、ダメか。折り高いさ、さすがに弱いだろうしな。ファレグってなんかね、前回お世話になったような。アクア二段突き、ハマー強いかな。でも50、もうちょっと粘った方がいいかな、さすがに。ねえ、ここはどうでしょうね。牛目を使うか。あ、まあね、でもさっきあれしちゃったし。フリータロットは何枚あるん？あ、16枚でしたっけ。あ、足りないやつをこういう時にあれできるってこと？でもどうでしょう、落とし目、どうでしょうね。確かね、さっきね、16枚ぐらい。でも足りないってどうすんの？え？フリータロットってどっかで交換できるっていうか、あれなの？フリータロットってどうやって使うの？タロットは心のひな形だ。心が。ああ、エシさんに書いてもらうの？依頼、あ、これでか。ああ、だから悪魔石がいたってこと。フリータロット19枚ありますね。これ何した方がいいんでしょう？ 19 枚足りないのに何かした方がいいってこと？19枚、それも加味して26、19。ねえ、帝王の意外な特技とかないの？絵が得意とか。そんなもんないですよ。絵なんか本当に下手ですかね。どうしよう、乙姫のためにストレングスを3枚あれするか。あと全然ね、あれですからね。
50のジャッジメントの、そう、G 下手です。寝れませんよ。アクアさん、ディア、まあ、ハークマン、いまいち使い勝手良くない。100。あ、もう少しでね、このテメテリでも、レベル足りんか。時間とか。じゃあ3枚だけストレングス使っちゃいましょうか。そしたらね、乙姫だか、ね。何を、意味がわかりません。重装解散いらっしゃいませんついに言ってまだ何もやってませんよ。ねえ。それで、ストレングスね、3枚だけ書いてもらいましょうか。兄さん。で、ねえ、決定。で、これで、うん、書いてもらったから、うん、召喚で、これで乙姫ね、なんでしょうね、あんまりいいのかな、無理してね、なんか入れなくても。でもどうせね、この辺弱いやつはどうせ余ってるし使っちゃっていいんじゃないかな。何これ、力の象徴、何これ、いや、ヤヒロ、何これ、うわ、ワニ、ワニでしたっけ、何でしょうね。あなたを守護しましょう。後のゆとり仕様の女神転生シリーズより、この頃の合体したらまた手に入れないとダメなやつの方が好きだな。そうですか。後の ゆとりいや、僕はゆとり仕様の方がいいと思うんですけどね、やっぱりね、違う違う、これで帝王しよう。何が、乙姫を口にして、これでどうすんの、ペルスナは。誰の買いましょうね。弱そうなのって、なんかユッキーのペルソナがあんまり強くなさそうだから、うん、ねえ、ペルソナチェンジで、うん、誰がいいでしょうね。天狗、ジャックフロスト、乙姫、ジャックフロストあたりにしましょうかね。あと誰でしょうね、帰りとした銀行、なんだかんだけどね、帝王はまあね、ステータス高いからあれだし、ミスね、パンツマンチョもね、あのね、剣のやつが強いから、銀行あたりを変えていいんじゃないかなね。多分これディアあるしね、銀行のこれでも、ほんであと乙姫誰でしょうね、帝王でいいかな。メディアはなんだかんだ言って切れませんからね。メディアを覚えるやつがね、来るまではね、マヤはあれでしょうし、帝王も変えていいかな。帝王、乙姫、これでいいんじゃないかなと思うんですが、
まあこれでやってみましょう。で問題は夢咲くんに行くんでしたっけ。そういえば、もしもこのビルを選んでたら、スマイル平坂が隅になってたんだろうな、考えただけでもゾッとするぜ。相性があるからスプよく見てね。どうやって見るんですか。はい、190コムさんいらっしゃい。SP 見てねって相性とどこになんかあれなんですか。 SP って18消費 SP のこと。でもこんなもんじゃないですか。 SP ね、ペルソナつけたとき消費スプ減ったら相性いいよ。あ、そうなの。12ジャックフロストはねえ、レベル18で12だからいいんじゃないんですかね。21で18。ペルソナ自体の消費スプが減れば相性よし、変動なしなら普通、増えたら最悪。まあ だからとりあえず悪くはないでしょうね。16で15だし、ねえ、3で4ってことは相性悪いってこと。18で12はね、だから結構相性いいでしょうし、大丈夫じゃないかな。で、何でしたっけ。そういえばねえ、なあ、平坂くんのスマイル平坂までテロの標的にされたんだって。なんかここもやばそう、やばいような気がしてきたな。大丈夫か。ねえ、ロンドン屋でも防具を売ってんって聞いたの、なんか鎧まで。あ、そういえばでもあんまりお金貯まってないですよね。お金ね、6万あるけど、これ多分ここでしょね。なんか黄金の道具とかってね、多分ここしかないと思うんですよね。え、他にないでしょ多分ね。パチンコシルバーとゴールドですからね。なんでしょうね。あと噂なんか聞けるかね。噂ってどれでしたっけ。これでしたっけ。でも噂は特に増えてないでしょうね。まだ花地先輩からは、ああ、やっぱり噂はないですね。じゃあこのまま行っちゃいましょうか。まああと20分ぐらいですが、20分で行けるとこまで行って、まあ一応セーブだけ。あれ間違えた。ちょ、噂システムの面白さを簡単に説明してください。まあだから武器屋を出したりできるって感じですかね。ゴールドか、次の狙いはここかしら、それともここで間違いないってさっさと中に入っちまおうぜ。王様くん、ここ、捜索してみる。これ失敗したらどうなんですかね。ああ、調べてみよう。わかった。底辺の感じを信じよう。これ以上迷ってもしょうがないからね。行くよ。でも、ゴールドとシルバーで。面白さが全然伝わらないんですけど。だからね、噂でね。だからね、だって、例えばリスナーさんがね、僕の配信がバーになるってね、噂をね、あれしたら、ね、それが真実になるって考えたら面白いんじゃないですか。ちょーっと中に入る通だけでいちいち会員の紹介がいるなんてチェック厳しすぎんじゃねえの。確かにマヤさんのルームメイトが入会してくれて、入会しててくれてほんと助かったよ。お待たせ、いたしました。セリザウララ様のご紹介ですね。誰、何、この人が何、そのマヤのね、ルームメイトでしたっけ。
セリザーウララね、ウララが来てるみたいなの、ちょっとボクシングジムによって、避難するように行ってこなくちゃね、なんかね、その多分ね、その人が何バツのメンバーっていうかね、なんかみたいで、この人この人なんか、ちゃあお前、いや高校生なんて連れちゃってどうしたの。そうなの、みんなでボクシングってわけでもなさそうだし、なんかボクシングなんてストイックなことやってる割にはなんかね、明るいなんかね、はっちゃけてる感じの。芹沢うらら、え、女性用下着メーカーに勤務するマヤの親友、面白くて言っちゃいます。はい、どうも、197個目さんいらっしゃいますよね。気性が激しい世話好きな化粧美人、男運が悪いことを気に病んでいるらしいが、そりゃね、うん、それがね、は？あんたね、ボケんのもいい加減にしなさいよ。言うにこと書いて爆弾はないでしょ。そりゃ信じられないのも無理ないけど、本当なんだって、時間ないんだから早く逃げてよ。うわ、すげえ。なんかしかも今出てきた。マジっすか。ん？ねえ、なんだこれ。あ、いや、それ爆弾の発火装置じゃない？爆弾が仕掛けられてるって本当だったの？まあ、いや、もう一回詳しく説明してよ。だから時間がないんだって、もはっきり言えるのはこれを仕掛けたのが仮面党っていう組織だってこと。仮面党？その組織、名前だけなら知ってるわ。牧村がよく言ってたもの。さてはあいつ、今度は私を殺すつもり？牧村って誰？鍛え抜いたこの拳、役立てる時が来たよね。せっかく貯めた貯金巻き上げられた上に、命までとも捉えてたまるもんかって誰ですかね。貯金が捉えたって。何？なんか結婚詐欺にでもあったのかね。行っちゃった。ちゃんと逃げてくれればいいけど。とりあえず標的がここだって分かった以上、1分1秒も無駄にはできないわね。私たちも早く発信機を探しましょう。あ、なに、ここはダンジョンないの？もしかして、ねえ、こういうパン、ねえ、こうなんかパンチングマシン違う。ねえ、酒井くん、1212、目指せマイナス60ポンド。俺には逃げてる暇はない。そんなこと言ってもね、時計。なんでしょうね、こういう植木、鉢植えが怪しいとか。これマップもないですもんね。こういう端末とかは、ゴールドのスタッフ、このフィットネスクラブに爆弾が仕掛けられたって本当なの？とうとうこのクラブも爆弾テロの標的に。は、こうしちゃいられないわ。会員の皆さんを避難させないと。遅いよっていうかね、いかにも今のがね、かフラグっぽい。ちょっと、何これじゃないの、パソコンじゃないのね。ねこういう裏とかじゃなくて、あのベイビーのパワーは波じゃないね。この格好で避難するの、そすんで、そりゃ避難すんだが、そんな格好どうとか気にしてるね、あれじゃないでしょ。どこだね、どこね、レディーがボクシングなんて、てきりダイエット目的かと思ったけど、ありゃマジだな。ここ G 君道教室はやってないのかな。ねえ王様知ってる、 G 君道って総合格闘技の原点なんだよ。 G 君道って何？ウラはあの男の話になると理性がぶっ飛ぶんだから、でもしょうがないか、結婚詐欺じゃねえ。本当に結婚詐欺だったの？本当に騙されちゃったの？いいパンチだったね。この事件が片付いたらぜひ一度手合わせしたいもんだよ。ブルースリーですか？ジークンドっていうんだ。いやね、これ、どこ探せるって言っても探すとこないでしょ。どこ探すの？扉の向こう？あ、いける？もしかして、これ、またマップ？またマップか。またマップか。そういうオチですか。男子更衣室、まずいな、これはさすがに多分今日ここで終わりでしょうね、このね、多分マップ探索して、
どうしよう。いやー、ちょっとレベル上げた方がいいかな。まあまあ、とりあえずコンタクトしながらですかね。何これ、サソリ仮面2組、サソリ水亀仮面ね、何これ、何お牛仮面2組ね、次何牛ってことをね、どうでしょう、順番的に。じゃあサソリがいいんですかね。やえるジョーカー、やえる仮面、仮面と万歳。何コンタクトできないってこと、仮面組はダメってことね。えそういえばねえ、仮面ニズムってことは、じゃあ戦うしかないってことですよね。ちょっと待ってよ。ギンゴがペルソナね、キラーウィンドウで、マヤメディアはいい。ペルソナ、これ何、つくもばり敵一体にで、ユッキーのペルソナは、ブフ、コトルリが憑依を回復するかも。とりあえずこれでちょっとね、どれくらいのお手の物か見てみましょう。さあ行ってみろ、キラーウィンドドン45。まあまあまあ、使ってランクが上がればね、もうちょっと強くなるかもしれない。つくもばりどっしゅ56。こんなもんかね、使い始めや。ランクが上がれば変わると信じたいけど。アクエスト水、ああ強い、ちょ、なにこれ、ちょ、あ、まずい、仮面ちょっと、仮面ちょっと強いじゃないですか、普通にね。ちょっと待ってね。メディア遅いよ、銀行はちょっともうディアで自分回復して。おもんねえわ。何が、知りませんよ、じゃあ。見なくていいですよ。一文字リリー、落とし。やっぱミッシュね、パンツも強いですよね。まだまだね、普通にいけますよね。あ、ランクアップ、メディア、ランクは結構ね、なんか1と比較してもサクサク上がりそうですよね。わお、わお。ブー。ね、2回で上がってますかね。あ、メディア、あ、めっちゃ敵もすんの。マハガル、まずい、銀行が、銀行。あれ、あーね、ガルだから聞いてないってこと。まずいですね。なんか急に敵が、なんかね、かなり勢力増したというか、強くなったっていうか、もう。ちょっとなんか普通にきつくなってきたんですけどちょっとねえ、まずい、今度は、まあ、前がピンチ。ちょ、どうしようか。ディア何、銀行のが遅いの。キラーウィンドウいるぞ。まずいですね、現状なんかね、パンツ番長だよ。はい、そうですか、ありがとうございますねえ、ドラクエのね、メガザルとね、一緒かななんてね、僕は
思ってたんですがね、あれ。ね、自分の命を、ね、犠牲にして、味方全員のね、全回復だけってね、ちょっと蘇生はなしってね、ちょっと、それはないでしょうってね、皆さんもね、同情したでしょう、僕に。ちょっとこれ普通に強いですね。帝王がよく読まないから。いやいや、普通は納得できないでしょう。ヒットポイント回復するだけにね。なことない。ねえ。いやー、ちょっとまずいな、普通に。ねえ、なんか。無償で誰かの命が救えるか。いや、命を救えないんですよ。ねえ。ライフ回復するだけで命をね、代償として要求するって方がおかしいでしょう。ねえ。明らかにね、10日効果のね、息をね、超えちゃってますよね、明らかに。まずい、トイレ行きたくなってきた。このタイミングで申し訳ないけど、すいません。ちょっとあと10分ちょっと我慢できそうになんで、ごめんなさい。ちょっとトイレ行ってきます。ごめんなさい、マイク切ります。ポチ。12分我慢して。
手を打ってもしかしてお尻に電極か何か刺されてて、誰かにボタンをされることで尿意を催すようにされてない？あ、はい、すいません、お待たせしました。再開します。うん、いやどうでしょうね、意外と。ね、知らない間に誰かになんかされてたりって。わ、すごい、経験値800の。めちゃくちゃもらえますね。こうか、この放送は公開人体実験だったのか。へへ、どうでしょう、そういうことですか。ロッカールームか、ここは。あ、さっき言ったやつですね。どうしよう。ヒートウェーブ。王様なんか覚えた。アクエス。超ダメージ。アクエス。武器はソニックパンチ。あ、強そう。これでちょっと火力上がったかな。ガルーラ、メディア、ヒートウェイ。強いですね。これだけ引かないですね。跳ね返されるまずいかな。そろそろ。はい？いや、わかんないですね。体重、測って、ね、あれしてる分には。っていうか、測れないですかね、うちの体重計じゃ。あー、これどうしよう、女子高室行っちゃう？行っちゃうっていうか、もう時間がちょっとあれですね。5万円。5万円すごい、これ、ね、女子高生に入って5万円ゲットとか、これ本当に、いや、太ってはいないんじゃないかなって思うんですが、なんとも言えません。なんで測れないの？いいな、ね、5万円いいな。完全に犯罪。家の体重計ってね、犯罪ですよね、完全に。やってることね、これもラストにしましょうか、時間ね。ね、普通の家庭用の体重計ってね、確か130キロぐらいまでしか測れないんですよ。ね、それ以上の体重ある人はね、体重計乗ったら、ね、OL っていうかオーバーリミットになっちゃってね、
測れないんですよ、うん、帝王はマグロ測るやつじゃないと、ね、だからこの間あのね体重計に片足だけ半分だけ乗っけて測ったらなんかねその81キロって出たからね、もしかしたらだから今ね162キロね、単純計算でメーター、もしかしたらだからちょっと変態かも。あんまり太ると突然循環器圧迫で救急車とかありえるから気をつけた方がいいですよ。ねえ、そういうことありますからね。測定不能って漫画の主人公みたいでかっこいい ね。粉飾決算や何が粉飾ですか。ちょっと待って、ああもう時間か。できるの？いやできませんけど。こいつからね、確かマヤのインタビューで良かったでしょう。もうこれちょっと時間ないんで、うん、片足だけで戦闘力81とかはより強いやんけ。ね。ね、うん、もう時間だ。うん、ところで何と特技、うん、ね。アザース、うん、じゃあ本当にあれなんでも時間ないんで今日はここで、はい、終了とさせていただきます、はい、セーブして終わります。ん？なんか表示がバケちゃったんですけど、これ大丈夫大丈夫ちょこれちょっと表示がバケちゃったんだけど、ちょっとこれ表示がバテちゃった、これだ大丈夫これ、セーブしてちょっとね怖いな、なんかすごい表示がバテちゃってね、これ大丈夫これちょっとこれ万が一のことを考えてもう一つの方にセーブしましょう。大丈夫かなこれ、サステイ、いやサステイじゃないですけど一応セーブが終了したはずなんだよな。怖いですね。明日がどうなるか分かりませんね。ね、いや、そんなことはないでしょ。この状態で続けてもね。どうやっても戻れる？もうどうやって戻れる？何？リセットって無理でしょ。ね、まあ、もうちょっと不安ですけど、もうちょっとしょうがない。戻れないから。ね、はい、ということで、じゃあ終了します、2時間ご視聴どうもありがとうございました。お疲れさん。実機です。実機です。はい。ね、